つ花子、今日も元気だな。つつすぼってっからおいしいミルク出すよ。すぼりたてを寝沸かして冷たいのすぐ飲むのが甘くてうめんだ。おお太郎、ちょっと待ってろ。やめろ、角でつつくな。順番に餌やっから。どうしたあの子、食べれ。いくか、すぼった。ん？どうなっちまったんだ？かすか、花子が急に興奮して俺に乗っかろうとしてきて、危ねえと思ったらバケツに足がはまって、このままじゃいかん倒れると思ってとっさに捕まったのがヤギの太郎の大事な部分で、詰まったと思った時には角で思いっきりぶつかられて、そっから記憶がねえんだ。消え失っちまったんだろうな。ここはどこだ？近所じゃなさそうだけど。あれ？なんだこれ？なんで全部カクカクした形のブロックなんだ？よくよく見たら、俺自身までカクカクのブロックじゃねえか。持ち物もなんもねえし。おい！誰かいるか？いたら返事してくれ！助けてくれ！はあ、いるはずねえか。でけえ声出したら喉乾いたな。とりあえず水か何か飲み物探すか。水までブロック見てたけど、これ飲めんのか？え、うん、もエロハスタトントンくらいうめえぞ。しかも軟水でお腹に優しいな。いやでも病気とか大丈夫かな。普段ガツガツに管理された大企業の水しか飲まねえからな。自然の水なんか飲んだことねえけど大丈夫か。まあこればっかりは少し時間を置いて待ってみるしかねえか。とにかく水は確保できたからいろいろと調べねえとな。何ができて何があるのか、この見知らぬ土地のことを調べねえとだけど、まず何よりもこの全部ブロックみてえになってんのが気になってしょうがねえ。これどうなってんだ？あれ？手で簡単に掘れんぞ。おう、なんだこれ。急にブロックが俺の中のちっちゃい四角い箱に入ったぞ。いや、俺の中のちっちゃい箱ってなんだ？しかもいくつもちっちゃい箱があるの感じんぞ。なんかやばくねえか？とにかくブロックを外に出した方がいいだろう。簡単に取り出せた。しかも手のひらサイズのお手頃な大きさで、不思議が止まんねえよ。こんなにワクワクしてドキドキしてんのは初めてミニ四駆の先とこそ買った以来だ。ありがとうミニ四ファイター。これ置けそうだな。お、置けたぞ。せかせ不思議だな。土ブロックっつうのかな。綺麗な立方体だ。上にいくらでも積み上げられそうだな。土ブロックはいくらでも手に入りそうだしな。たくさん集めてやってみっか。かなり集まったぞ。おお、やっぱり詰めたな。おお、面白い。あー、でもこの段が限界か。これ以上届かねえな。あ、
これもしかして上に乗ってジャンプした時にすぐ足元にブロックを置けばどんどん詰めんじゃねえか。俺天才かよ。早速やってみんぞ。おお、すげえ、いくらでも突っ抜けぞ。名付けて立て積みジャンプ。このまま空も突き抜けて花子たちのとこに帰れるかもな。さすがに疲れたな。まあ分かってたけど、空を目指したら帰れるわけじゃねえな。よし、そろそろ腹も減ってきたし戻るか。あれ、これどうやって戻んだ。詰まった戻り方考えてなかった。なんでブロック積むだけがこんなに楽しいんだ。夢中になっちまった。どうしよう。でも諦めねえぞ。待ってろ、必ず帰って、まだやってねえさやるからな。腹すかせて待ってる花子、太郎、山田、デイブ、帰るまで元気でいるんだぞ。